はい、皆さん、こんにちは。中学数学、政府の数というお話で、第1回目というふうになりますね。はい、政府の数って聞いて、なんじゃこれっていうふうに思いましたよね。皆さん、この政府の数というのは、きっとあまり馴染みがないんですね。馴染みがあるのは、プラス、マイナス。という、そんなお話の方がね、馴染みがあるんじゃないかなと思います。はい、今画面上に温度計が出ております。今ちょうど0度です。じゃあ、これから上に上がってったら、気温が上がっていきます。ね、0度から上がってったら、それをプラスの気温というふうに言ってます。ね、で、逆に0度から下に下がっていったら、これマイナス何度とかっていうふうに言ってますよね。で、この温度計を横にコテンと倒します。で、倒したら、右に進むこと、これプラスですね。プラスはこんな記号ですよ。足し算の足すですね。で、こう、左側に進んでいったらマイナスですね。マイナスの記号はこれですよ。棒一本。引くと一緒ですね。で、中学生ではちょっとかっこよく、このプラスのことを正の数、マイナスのことを負の数というふうに表現します。ですね。はい。で、今日のポイントです。マイナスとプラスは反対のことを表現しております。例えば、今気温が上がったらプラス。じゃあ、下がったらマイナス。これ反対のことですよね。じゃあ、右がプラスなのであれば、マイナスって何って言ったら、その反対の左に進むこと。ですね。じゃあ、嬉しいがプラスだったら、マイナスはその反対の悲しいですね。儲かったやったーがプラスだったら、マイナスは、うわー損したーっていう反対のこと。じゃあ、進化した。ね。これがプラスであれば、マイナスは退化した。っていうふうに、反対の表現をしてあげればいいんだよというふうになります。では、問題です。東に1キロ進むというのを、プラス1とするとき、マイナス5。って言ったら、どこにどういう風に進んでるのっていう風になります。そうすると、東の反対になりますので、西に進んであげましょう。で、マイナス5という風に言っているので、西に5キロ進むという風になるんですね。まあ、西に5キロ戻るという風にね、言ってもいいかな。はい、次、100円の支出、お金を払ったことですね、をマイナス100とするとき、プラス500ってで、何を表現するの？っていうと、支出というのはお金を払ったこと。その反対になりますので、お金が儲かったこと。それを500円の収入というふうに言います。次。いや、3キロ太っちゃったっていうのをプラス3としたとき、5キロ痩せたよっていうふうに言いたいときは、どう表現してあげればいいのかっていうと、反対になるんだから、マイナス5キロ。という風になるんだよ。ということでした。今ちょっと単位入ってませんけれども、ちゃんとマイナス5キログラムって単位つけるようにしてあげてくださいね。はい、次、数直線というものがあります。真ん中0度です。じゃあ、今5度です。ここから8度下がったら何度？っていう風になりましょう。そしたら、さっき右が正の数という風になりましたので、0度から右に5行ったところが5度、プラスの5度です。こっから8度下がりますよ。1個ずつ数えてってくださいね。ビョーンと8度下がったら、マイナス3という風になります。ですね。そんな当たり前じゃんっていう風に思うかもしれませんが、この数直線というのの考え方なんですけど、真ん中の0を原点という風に言いますね。こんな言葉も覚えていかなきゃいけないですよ。で、右に進んでったら正プラスですね。これ正の方向に進むという風に言います。これ端っこまで行ったら 1,2,3,4,5,6 マスありますので、これプラス6という風に表現をします。逆に左の方向に進んでいったらマイナスですね。これ負の方向に進むというふうに言います。その時、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6というふうに行きますので、端っこマイナス6というふうになります。なので、マイナスになった時、数が大きければ大きいほど、実は大きさとしては小さい数になっていく。ね、マイナス1とマイナス6は、6の方が数が大きいけど、マイナス6の方が小さな数になるんだよ。ということになります。はい。それを頭ごちゃごちゃにならないように、数直線もありますので、大なり小なりのね、記号を中に入れてあげましょう。4と2を比べたらどっちが大きいかなっていう風になるわけですね。そうしたら大なり小なりつけたら、4の方が大きいので、これ、大なりをつけてあげればいいんだよ。という風になります。じゃあ、マイナス3と10だったらどっちが大きいの？この10というのは、プラスの10のことです。じゃあ、どっちが大きいかなっていうと、プラス10が大きいので、ここは小なりつけてあげればいいわけです。じゃあ、マイナス4とマイナス8、どっちが大きいのっていう風になったら、確かに数字としては8の方が大きい
けれどもマイナスがついているので8の方が小さい。つまりマイナスは数が大きいほど小さい数なんだから大なりをつけてあげればいいんだよというふうになりますね。頭ごちゃごちゃにならないようにしましょうね。はい、次、絶対値というお話をします。絶対値とは何かというと原点からの距離です。原点、この0のところですね。じゃあ問題です。絶対値が2になる数字を答えなさいっていうふうに言ったら、いや簡単簡単、これでしょ、2進めばいいんでしょ、だから答えは2だよっていうふうになったら間違いですよ。これ絶対値っていうのは原点からの距離だけを表現しますので、待って待って待って、左に進んでもこれマイナス2だけど原点からの距離としては同じ2だよっていうことで、答えはマイナス2とプラス2両方あります。絶対値って聞かれたらプラスとマイナス両方答えることを忘れないように。次、自然数、読んで字のごとく自然界にある数字ということになります。正の整数のことを表します。例えばリンゴ1個って言ったらこれプラス1個ですね。で、これ整数、これ自然界に普通に存在します。だけどリンゴマイナス1個って、こんなものは自然界に存在しないわけですよ。だからこれは自然数ではない。じゃあリンゴ 0.3 個ね、これも自然界に普通にね、木からリンゴ 0.3 個なってたらびっくりですよ。ね、実際ね、包丁で切ったりとかすれば作れるかもしれませんけど、自然には生まれないわけですよね。じゃあ同じように、リンゴ3分の1個。ね、木から3分の1個生えてくるわけはないわけですよね。こういう自然界にないものというのは自然数ではないよ。ということで、自然数はプラスでさらに整数じゃないといけないんだ。というふうになります。実は0というのも自然界には存在しません。この0というものが発見されたのは今から1500年前のインドになるわけですね。からそれよりも前に作られたいろいろな文明、エジプトの文明とかメソポタミアの文明とか、そういう文明では1から9までしかなかったわけです、数字というのは。じゃあエジプトのピラミッドとかね、正確な正方形で一番下の段できているわけですけれども、1から9までしかない状態で、いやどうやって作ったんだろうね、どうやって長さ測ったんだろうねっていうのね、ぜひ調べてみてくださいね。はい、では自然数の問題です。自然数というのは正の整数になります。じゃあこの中で0、5、マイナス3、3分の4、0.06、マイナス 2.5、マイナス9分の2、この中で自然数はどれでしょうか、すべて選びなさいという問題です。そうしたら、0というのは自然界に存在しないので自然数じゃないよ。5、あ、これ自然界に存在するね。マイナス3、これは負の数になるのでダメだね。3分の4、これ分数になってるからダメだね。0.06、これは小数になってるからダメだね。マイナス 2.5、これマイナスだし、さらに小数だし、ダメだね。マイナス9分の2、マイナスだし、分数だし、これもダメだね。ということで正解は5しかありませんでした。はい。皆さんこんな数を知ってるでしょうか？完全数、パーフェクトナンバーという数字なんですが、6というのは完全数です。何完全数って、っていうと、6の約数というのは、1と2と3と6の4つになりますね。この1、2、3を足すと6になるんですよ。あら不思議。さらにこの1、2、3かけても6になるんですよ。つまりその数以外の約数を足してもかけてもその数に戻る、こんな数を完全数というふうに言いますね。数って不思議なんですよね。この1500年前に0が発見されてからね、いろんなことが数字の不思議がね生まれるようになりました。さあ、では皆さんに問題です。6の次に来る完全数、それは一体いくつになるでしょうか？調べずにね、いろいろ探してみてほしいなと思います。答えは言いません。以上、ご清聴どうもありがとう。